はい、酒好きな新潟人の飲酒動画を始めていきたいと思います。今回は、前回と引き続き、コクシボリの、今回はグレープフルーツジュースと、グレープフルーツのチューハイとなってます。アルコール度数が 5%。グレープフルーツの、新石州使用となってます。果汁が 28%。逆さにしてからお飲みください。果皮を漬け込んだお酒にたっぷりの果汁を合わせ、グレープフルーツ本来の旨味と苦味を引き出しました。一手間のこだわりによる風味豊かなコクをお楽しみください。原材料名がグレープフルーツとスピリッツと、グレープフルーツ新石酒と、糖類と香料と炭酸ガスですね。よいしょ。じゃあ飲んでいきましょう。乾杯。普通、あんまり甘くない。あんまり甘くないですね。今日のつまみは、ラーメン、ベビースターラーメンの超濃厚豚骨味。うん。なんか匂いがめっちゃ臭い、これ。むっちゃくちゃ臭い。コク絞りね。パクリということで。サントリーのね、安定のパクリ商品ですけども。今年の2月10日に発売したやつですね。結構新しい。まあ、甘くなくて、そんなに甘くなくて、程よい甘みと、まあ、グレープフルーツの苦みがあるんですが、うん、結構普段から、グレープフルーツの、これ、グレープフルーツの 100% ジュースを買うんで、それで酒割って飲んでたりするんで、ちょっと微妙ですね。苦味がなんか弱い気はしますね。まあ、所詮パクリということで。まあでも、レモン&ライムよりかこっちの方が、美味しいような気もしないでもないな。わからん。グレープフルーツのチューハイ結構俺好きなんで。サントリーで、ザ・ワン
というアルコール度数 1% のチューハイが出るみたいですね。これ一体誰をターゲットにしてるのか全くわからない。アホなのか。1% でしょ？で、果汁が 2% と 1.6% って、ほとんど炭酸水じゃねえか。アルコール 1% に、果汁が 1% か 2% ぐらいだから 3% でしょ。残りの 97% ど、何なんだよって。残りの 97% 何？糖類と炭酸水だけじゃねえか。なんだそれ。誰をターゲットにしてるのこれは。まあ、俺は買いませんけどね。さすがに。さすがに買いませんけど。アルコール度数 1% とかも、もう、何なんだよ、それは。マジでわかんねえ。誰を？アルコール 3% でもおかしいなと思ってるのに。俺の中で、チューハイとかって、アルコール度数 5% 台ともうダメな感じなんですよ。俺の中だと。もう 4% でも許せないんだよね。だから、あんまりね、酒を飲んだ気になんないんで、でも 1% か。1% だったら、飲酒運転してもいいみたいな、そういうのあるんですかね。1% ならあんまり酔わないから、意外と運転してもいけるんじゃない？でもダメっぽいよな。そんなに多分、まあ、コク絞りはまあ、グレープフルーツ味ですが、まあ、微妙じゃ微妙。でも、結構果汁感はあったからね。甘みはそんなに、まあ、あんまりないぐらい。香りも、そんなにないぐらいか。4333です。ご視聴ありがとうございました。